どうもシステムファイブ山本でございます。本日の動画はこちら、山本が質問に答える短い動画、今日はその第11弾ということで、前回に引き続きですね、前回はあの F 値って何ってことで解説をしていったんですけれども、今回は ND フィルターについてちょっと解説していきたいなと思います。ということで早速やっていきましょう。システムファイブ山本がお送りします。さて ND フィルターの役割ですが、レンズに取り付けることで発色に影響を与えることなく光量を減らすためのアクセサリーになります。まあ早い話がサングラスみたいなもんです。ちなみに ND というのは英語でニュートラルデンシティの頭文字を取ったもので、直訳すると中立な濃度、中性な濃度とか、そんな意味になるそうです。まあこれは覚えてなくても別にいいと思います。ここまで見た方の中にはカメラの明るさ調節なんて絞りとシャッタースピード、それに ISO 感度、これで落とすことができるのに、わざわざ ND フィルターなんてものを使うんだと、そう思った方もいらっしゃるかもしれません。まあ非常にいい質問だと思います。ND フィルターを取り付けたいケースは主にこの2つ。1つは、被写界深度を浅くしたいとき、まあ要は背景をぼかしたいときですね。もう1つは、シャッタースピードを遅くして、いわゆるスローシャッターっていう撮影をしたいとき、この2つですね。順番に見ていきましょう。まずは被写界深度。前回の動画でも話しましたが、被写界深度を浅くして背景をぼかそうとすると F 値は開けなければいけませんよね。まあ要は開放に近づけて F 値を開けていくってことです。こうすると入ってくる光の量は当然増えますので明るくなります。でこの時シャッタースピードをですね、まあちょっとこれまた別の動画で話しますけれども、まあ例えば開放で撮影したいってなった時にシャッタースピードを最高速にしたとしても減光しきれないことがあります。次にスローシャッターについてなんですけれども、ちょっと幻想的な、こうなんというか同感のある写真って言ったらいいんですかね。例えばこう夜の街中で車がこうビュンビュン走ってる、そのライトだけが映ってるような写真だったりとか、あとはこう火がついてるこう松明みたいなのを持って、それをこうやって動かすとこう火で文字が書けるみたいなことができるんですけれども、そういうのをやるときってシャッターを開けっぱなしにするってい こうスローシャッターっていう撮影方法になるんですよ。それをやるときってですね、シャッターを開けているときっていうのは当然こうシャッターが開いている状態になりますから、その間はずっと光が入り続けることになります。まあ次の動画でちゃんと解説しますが、スローシャッターをやってるときっていうのは基本的に非常に光が多く入ってくるんですよ。でこれも絞りで調節をしたとしても減光しきれない場合っていうのがあるんですね。なのでこのような時に ND フィルターを使って撮りたい映像表現、写真表現はそのままに光をコントロールする、要は減光するというわけですね。特に屋外だったりとか晴れ間が覗いているような、もうピーカンの空の下で撮るっていう時なんかは ND フィルターはもう必須級です。以上が簡単な ND フィルターの効果についての解説でした。システムファイブ山本がお送りします。ちょっと順番前後しちゃったんですが、次回の動画ではね、シャッタースピードについて説明していこうと思います。今回の内容にもめちゃくちゃ被る部分があるので、シャッタースピード、このねシャッタースピード、 ND フィルター、それから F 値までマスターすると自分が思った通りの撮影表現めちゃくちゃしやすくなると思いますので、ぜひ楽しみにしてみてください。システムファイブ山本がお送りします。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。システム5の YouTube チャンネルでは年内チャンネル登録者数1万人目指しております。今8670ぐらいかな、まあ8700ないぐらいなんですけれども、じわじわ伸びてはいるんですがね、まあちょっと今のペースだと年内1万人めっちゃ難しいんですよ。本当に皆さんまだチャンネル登録されてない方結構いらっしゃるようなんで、マジでお願いします。これからもこのチャンネルでは機材に関する情報発信だったりとか、撮影がより楽しくなるような情報発信どんどんしていきますので、ぜひチャンネル登録いただけましたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。